ストレートバーンって受けたら、はい、本当もう次の日とかも手痛くなるぐらいパンチあるんですよ。なんか井上尚弥が歩く姿を見るだけで、あ、この人パワーあるなっていうのが伝わるんです。どこかわかります？これ僕も今日ちょっと呼ばれて初めて来ましたけど、シンさんです。はい。シンさん、ちょっと僕、シンさんのことあんま知らないです。はい。あんま知らなくて、いろいろ聞いてっていいですか？もちろん、はい。シンさん、お年は何歳なんですか？俺、31です。あ、31歳。そう。格闘技歴とかはどんな感じですか？そうですね。20歳ぐらいからキックボクシングジムに行って、はい。今日プロになって、はい。試合は、15戦ぐらいやったんだかね。それからやって、もう、プロの中で、はい、もうやめました。ボクシングよりキックボクシングが好きなんですか？やるとしたらね。やるとしたら。今、セレスでちょっとボクシング習ってるんですけど、セレス。そうなんですか？ボクシングの動画結構出してるから、ちょっと習わないといけないと思って。いや、難しいですね、ボクシングは。じゃあもう今度もう次、スパーリング企画ですね、もう。そう、これ聞きたかった。なんか炎上してたじゃないですか。はい。なんか、なんで炎上したんですか、あれ。あれ、なんか、ボクシングを、MMA 選手がボクシングを遊び感覚で出るっていうようなことを言ったんですよ。手だけルールだから。遊びじゃんって言ったら、遊びじゃんってなんか言って、そこだけ切り取られた。そうですね。はい、これ、だからネットの怖いとこっすよね。切り取られて。はい。まあ、俺は。でも、それ、事実ですもんね。だって、MMA の選手が、はい、MMA が本業で、ボクシングルールで出るのって、それ、じゃあ、ガチなんだったらボクサーになりますからね。はいはい。まあ、遊びで出る以外なくて。まあ、そう遊びっていう言葉が悪いあってんのか分かんないけど。でもまあ、遊びじゃなかったらじゃあ何なの？ガチなのって。その日ではその瞬間をガチでやってるかもしれないけど、はいはい、本当のガチだったらもうそのことだけ考えて、その練習だけするじゃないですか。はいはい。面白いですね。それ初めてそういう考え方聞きました。それなんかボクサーだったら怒られるって思うんですけど、ボクシング舐めてるとか言われて。どうですかね。僕がボクシング舐めてますから、ね。いやいや、まあでも、アミューミーの選手とか、他団体の選手がボクシングルールでやるって言ったら、それは別に、いや、遊びで出るだけだよって言っても別に良くないですか？切り取られての炎上なんですね。そうなんですよ。不思議なことは、あれで Twitter のフォロワーが増えるんです。増えるんですよ。俺、Twitter めんどくさくて、今までずっと無視してたんですけども、はい、だからあれが、まあ、アカウントがあったんです。Twitter じゃないですよ。Twitter ですよ。ツイッターね。ツイッター、英語で Twitter って言うから、T なんですよ。Twitter。マジ？じゃあ俺も今度はツイッターね。Twitter って言うかな。出身は？出身は日本です。親も日本人なんですけども、はい、アメリカンスクールで勉強する期間があって、はいはいはい、環境が結局、まあ、なんか英語喋る人ばっかりじゃないですか。アメリカンスクールの中では、日本語はあんま使わないみたいな。日本語はあんまり、まあ日本語喋る人が少なかったっていうのが事実なんで、英語で、まあ結構ハーフとか、アメリカ人とか、周りにいるから、みんな英語同士で会話するじゃないですか。それで英語の癖がついたっていう感じですね。だからアクセントも、アメリカ人が日本語喋ってるアクセントになってます。いや、僕完全に、勝手に帰国子女の方なんだと思ってます。はい、はい。そうなんです。これ、毎回、聞かれて毎回説明しないといけないから、もう最初からそういう風にの日系アメリカ。そう、でも知らない人多分多いと思いますけど、はいはい、僕だからいつもフィリピンよく行きますけど、はい、フィリピン行って僕はこうちゃんとこう頼んでる言ってるつもりなのに、はい、全然こう伝わんないみたいな、これあるあるじゃないですか。はいはいはい。だからやっぱ発音が一番大事なんだなって。発音一番大事ですよね。テストで僕全然英語ね、テスト出されたら全然点数取れないですけど、仮にテストで満点取れても多分こう喋ってこう伝わったりできないと思うんで、日本人だと。結局発音が一番大事じゃないですか。英語になると結構なんかジェスチャーとか、雰囲気でなんかコミュニケーション取れるところがあるんで、あれば日本語通じない人に英語使おうと思うと普段使ってない脳みそを使うみたいで、はい、すげえいいみたいで。お、何にいいんですか？脳に使われてないと脳の 4% しか使ってないみたいですよ。こんだけ人間ね、脳みそあって、だって鳥なんか脳みそこんなもんじゃないですか、はい、人間って結構でかい脳みそ持ってて、はいはい、その 4% しか使ってない、あと 96% 使ってないところで、はい、その 96% の中から使われるらしいんで、英語喋ると。
あ、英語喋る人はもう別ですよ。じゃあ俺は日本語喋ると。僕みたいに英語喋れない人が頑張って英語を喋ろうとすると、はい、その 96% の中から使うみたいなんで、フィリピンって英語喋れるんですか？フィリピンは、7割はタガログ語なんですよ。あ、はいはい。でもみんな英語喋れます。お、変な話、今関西弁喋れって言われたら、はいはい、なんでやねんとか言えるじゃないですか。あ、はいはい、そんな感じです。だから、まあ、知ってるっていう、みんな知ってるって、はい、だからみんな英語で言ったらやっぱ伝わるしっていう感じですよね。これでもちょっと話変わるんですけど、はい、このすごいスタジオですけど、はい、これは普段何に使ってらっしゃるんですか？これはこういうことに使ってますね。あ、もう YouTube 専用ですか？ YouTube のために作ったスタジオです。はい、すごいね。彼が編集さん、はい、編集さんなんですけども、彼がもうアーティストで、このサムライとかも彼が全部やってくれて。あ、すげえ。これ映していいですか？あ、いいですか。これちょっと年来てる。すごいね、これ。これはサムライ。サムライですね。サムライ。すごいですね。でも本当 YouTube のためだけにこう手っ取り早く再生数稼ごうと思ったら、はい、もうこれなんですよ。すみません、打ち合わせもなしで、はい、こんだけもう格闘技見られたら、ボクシングも見られたら、多分僕よりボクシング詳しいと思うんですよ。そう、僕よりボクシング詳しい人に、はい、と喋りたいネタで言ったら、これよく一般の人にも聞かれますよ、はい、なんで井上尚弥ってあんなにパンチ力あるのって。ああ、はいはいはい、はい、なんで井上尚弥がパワーって弟のタップがパワーないっていうのを説明できますか？あのね、じゃあ僕が説明しましょうか。僕が説明すると、はい、あれはなんで井上尚弥があんだけパンチ力あるかっていうと、はい、こ、僕の見解ですよ、はいはいはい、僕の見解だとロスがないんですよ。だから井上尚弥持ってる体の力が100だとするじゃないですか、はい、うん、はいはいはい、多分でも井上尚弥が100で、他の人間も100もともと持ってる人っていっぱいいると思うんですよ、うん、実は、はい、だけどその100を高い確率でロスなしに拳に伝えてんじゃないかなっていうのも、ちょっと映るかな、うん、あのこう例えばじゃあ人間こういうふうにストレートだったらこう打つじゃないですか、はいはいはい、ほんでじゃあこっから始まって、はい、こう重力でこう下からのこうなんていうんですかね、力がありますね、はいはいはい、この反発を使ってこれを100で伝える、はい、じゃあこれが例えば一箇所でも肩がこう抜けちゃったりとか、はいはいはい、拳をじゃあ、はい、ひねりすぎたりとか、はいはいはい、変にひねらなかったりとか、はい、すると、やっぱそれもロス、はいはい、首がちょっと曲がってこうなってもロスっていうロスが多分やつはもうないんですよ。持ってる100の力をそのままここにパーンって伝えれるじゃないかなと思って、はいはいはい、だから例えばこう、じゃあ手出しまっていいですか、はい、これで例えば僕がもうこの今、この助走なしで、はいはい、この場で打ってま、めちゃくちゃショコココしてここで、はい、マックスで伝えるポイントって多分こうなんですよ、はいはい、これが今この状況で一番マック、僕の100の、はいはい、100を100で伝える、はいはい、でこれって動いてる相手、はい、さらには自分も動きながら100で伝えるって、まあ多分不可能に近いことなんです、はいはいはい、で例えばこれなんでかっていうと、僕の前のいたジムで、はい、日本ランカーに上がってない8回戦の選手で、はい、めちゃくちゃパンチあるやつ入れてたんですよ。おでもそのパンチあるのはミットの時だけなんですよ。あだから僕もこうミットをそいつの持ちじゃないですか、はいはい、で右ストレートバーンって受けたら、はい、本当もう次の日とかも手痛くなるぐらいパンチあるんですよ。あで僕同じ階級だったんでスパーリングもするじゃないですか、はい、僕はミット最初だったんで、あこいつパンチエグいんだな、はいはい、でもスパーリングやったらあんまりないんですよパンチ。 あれってお前マスだと思ってないみたいな本気で打っていいよみたいなスパーなんだしみたいな、はい、いや本気で打ってますっていう、これなんでかっていうとやっぱロスなんですよ。あ僕も動いてる、うんうん、で向こうも動いてる、はい、このお互い動き合ってる中でアジャストしてその100の力を100で伝えるっていう能力がないから、はい、だから100の力が4割とかになってる。ああ、なるほどね。でこれ多分そいつ以外の多分僕もそうだし、はいはい、他の選手も、はい、だいたいみんなじゃあ100力があったら、はい、伝えれるのって50ぐらいなんですよ。ああ、はいはい。ミットの時に100だったら、はい、50なんですよ。でさらに打ち方も悪い選手はもともと100打つポテンシャルがあってもごめんなさい、はい、100打つポテンシャルがあっても100伝えれてない、はいはいはい、
100伝えてない、じゃあ80伝えてました。スパーリングになったらさらに落ちます。40になります。40で戦ってるんですよ。なんだけど多分井上尚弥はあの自分も動いて相手も動いてるって中で自分のその100を動くものに対して合わせられる能力があるんじゃないかなと。なるほど、なるほどね、はい、だけどタイミングテクニックがもうもう半端ない、そのパワー半端ないですよ。パワーって生まれてもって言われるじゃない。絶対理由あるじゃないですか、うん、だってあんだけパンチが強い理由絶対あるじゃないですか、はいはいはい、じゃあ野球やってる人が、はい、大谷翔平ってなんであんな球速いのってやったら、はい、絶対に説明できる人はできると思うんですよ。絶対にそこにはあの球が速い理由があるし、はい、井上尚弥もパンチが強い理由が絶対あるじゃないですか、はいはいはい、答えがないわけないじゃないですか。ちゃんとした理由があってあいつはパンチがあんだけ強いんですよ、はいはいはい、で中で僕も別にボクシングそこまで詳しいわけじゃないと思ってるんで、そこはもう変な話、選手って自分のことばっかり考えて練習するじゃないですか、はいはい、意外とボクシング知らないんですよこういう審査みたいな方がめちゃくちゃこう詳しいんじゃないのかなと思って僕超それ聞きたかったんです。なるほどね、はい、でもなんかまあ、確かにあのいくらパワーあってもそれを、ね、当てないと意味ないですし、はいはいはい、動いてる相手にあ 100% 伝えてるっていうのは、はい、これそういう説明を初めて聞いたんですけど、まあ、確かにそういう風そういう感じですよね。でもなんかパワーって生まれつきってもちろん聞いたことありますし、はい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 、あれはどう思いますかって、だってなんか井上尚弥が歩く姿を見るだけであこの人パワーあるなっていうのが伝わるんですよ。なんかは足が地面にくっついてるような感じのドーンドーンドーンがあるんだけど、弟はそれがないんです。それは何なのっていうと、まあ言葉ですね、説明しづらいですね。なんかバランスがパーフェクトっていうの、はいはいはい、動いてても軸がぶれないっていうのはそれぐらいで説明できるんですけど、すごい歩き方まで見てるんですね。歩き方まで見てる、まあ、たまたま気づいたっていう。そうなんです、なんか重く見えるんですその人間が。ちょっとわかるかも。でも体重はそんな重くない。はい、そういう、なるほど。それはやっぱりある程度もちろん、まあ、フィジカルとかトレーニングでつけたものだと思うんですけれども、それを、まあ、めっちゃトレーニングしてもそれをない選手もいるから、はいはいはい、それはやっぱり遺伝ってしか考えられないんですよ。でもパワーを持つ選手ってなんか見てもなんかあこの人パワーありそうだなってなんとなく分かるじゃないですか。たまに例外はありますけど。分かります、分かります、うん、はい、だからあれは何なのっていう、なんかちょっと動物っぽいですね。なんでかっていうと、はい、例えばあのライオンとかトラって、はい、無駄なところに筋肉絶対ついてないんですよ。はいはいはい、はい、つくべきところについたあの理想形だと思ってるんですよ。はいはいはい、そんな感じなんじゃないですかね。そうですね、そうです、そのそんな感じですよね。あ、背中からかかとからこのハムストリング、背中がもう全部こう一直線になってる感じ。パーフェクトってことですね。そのそこがね、そうパーフェクトっていうのをちょっと歩いてるところを見て気づきましたっていう話なんだけど、でも本当確かに姿勢って言ってましたけど、はい、本当おっしゃる通りで、ボクサーってこう曲がってるやつ多いじゃないですか、はいはいはい、曲がってるやつが多いんだけど、うん、それが普通になっちゃってるけど、はい、腰が背骨が曲がってたら絶対強いパンチ打てないんですよ、はいはい、パンチって回転で打つのに、はいはい、腰が曲がってたら、背骨が曲がってたら回転しづらいんですよ。はいはい。ってことはこの回転の力をフルで使えないじゃないですか。はい。絶対にまっすぐのが強く回転できるんですよね。うんうん、はい。だからその時点で姿勢が悪い選手は強いパンチ打てない。あの姿勢が悪くても強いパンチ打ってるやつは多分姿勢しっかりすればもっと強いパンチ打てる。うんうんうん。井上尚弥姿勢いいですもんね。姿勢が構えからいいですもんね。はいはい。構え硬く見えないですから、なんか全体全部、はい、あれがパワーに関係する。脱力しすぎてもないし、はい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 、そう、はい、まあ結局井上尚弥がパーフェクトっていう話なんだけど、いつでも力が入る構えなんで、ね、そうですね、はいはい、はい、でもあれはなんかもちろんテクニックとかね関係すると思うんですけれども、完璧なテクニックで打ってるんだけど、うん、パワーが伝わらないっていうと、まあそれをただロスっても言え、そういう考え方もあると思うんですけども、うん、ただそもそものエンジンもすごいもん持ってるし、はいはいはい、それを伝えるのも、ね、余すことなく伝えるっていう、はい、いいこと聞けました。だって歩いてるとこを見てる人なかなかいないそう、あ、そうですよ、ね、でも確かに関係ありますね。やたら変な歩き方とかのやつとかいるわけ、いるじゃないですか、はいはいはい、
ああいうのとかもボクシングに関係するはずですからね、絶対。はい、歩き方からパーフェクトっすね。なんて、どう、もっといい説明方法を考えないといけないですね。なんか。でも、それまで考えたらもう面白いですよ。もう、ね、世界のハードパンチャー全員集めて、もう歩き方から、全部もう見たくなってきました。それで言うと僕、姿勢めちゃくちゃ悪いですからね。そうですか。でも、パンチはある方ですよね、ボクサー。ボクシングしてる時の姿勢は気をつけてるんで、普段が。もうだから、専門家に、カイロの先生とかに見てもらっても、はい、もうぐっちゃぐちゃだって言われますもんね。背骨もうこんなになってるって。はい、何それ、ボクシングの癖で。いやいや、普段の姿勢が悪いんですよ。背骨も曲がってるし、性格も曲がってるし。曲がりまくって。チンコだけまっすぐでよかったなって。いや、本当に YouTube 向いてます。え ?YouTube 向いてます。向いてない。本当に。先輩 YouTuber に褒められて嬉しいですよ。天心のこととか、いろいろ話しましたね。概要欄に貼っとくんで。ありがとうございます。概要欄に貼り方がわかんないですけど、ちょっと調べてください。シンさんのチャンネルもご覧ください。はい、はい、よろしくお願いします、はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、クーパー